栗山ダムは、栃木県日光市、利根川水系根ベ沢川に建設されたダム。高さ97.5メートルのロックフィルダムで、東京電力、リニューアブルパワーの発電用ダムである、同社の溶水式水力発電所、今市発電所の上池を形成、下池、今市ダムとの間で水を往来させ、最大105万キロワットの電力を発生する。東京電力は、かつて、 PR 施設であるテプコキヌ川ランドを国道121号沿いに設置し、今市発電所及び今市ダムの見学ツアーを主催していた。ただし、このツアーを通じて、栗山ダムを見学することはできなかった。栗山ダムは、栃木県道23号川又温泉川地線により、アクセスできる日陰牧場を通過した先にある栗山ダムを築くために用いられた。 大量の土砂や岩石はダム湖に沈む区域より採取したものである。森林が広がる山肌を傷つけることのないようにとの配慮である。1988年完成当時、ダム建設地点はちょうど今市市と栗山村との境界線上であったが、両市町村は2006年3月20日の市町村合併により、藤原町、日光市、足尾町とともに日光市となっている。 東京電力は2006年12月20日及び2007年1月24日の報告の中で栗山ダムにおける不正行為を明らかにした。具体的には対差量データの改ざんである。栗山ダムの対差状況は河川法、電気事業法によって年度ごとに報告が義務付けられていた。東京電力がその初回計測値を報告したのは1989年1月。 栗山ダムは1988年11月から12月までの期間に、止水工事を実施するため水が抜かれた状態となり、その際に、大差状況を確認したところ、大差量が例であったという、止水工事を終えた。しかし、河川からの自然流入がないことを理由に計測を実施せず、2回目以降も例として報告していたのである。2002年に発覚した。 原子力不祥事がこれを見直す天気となり、実際に計測を行ったところ、栗山ダムの大差量は、例であることが確認された。こうした不適切な扱いは、同社の他のダムでも見られた。同じく、栃木県内にある八使用ダムである、栗山ダムと同じく用水発電所用上部ダムであるということから、踏襲されてしまったのだという、ありがとうございます。